仕事ででもないんですけどもこの作品は、えー、生んだのはたった一人の高山誠さんという男性で、えー、その方がいなかったらこの映画も今日ここで皆さんとお会いすることもありませんでした、えーまあ、残念ながらこの映画の最終決定というのを恐らく聞くことなくお亡くなりになられたんですけれども一人の人間が。 残したものがいかにいろんな人たちに影響を与えるかっていうえなんか人生って突然終わることもあるけれども本当に素晴らしいなと一人の人間が世の中に与えられる影響ってすごいんだなと今日は改めて思っていますえあんまり高山さんも映画にもあるように天国っていう言葉は全然信じないとおっしゃっていた方だと思うんですけれども今日だけはその。 天国の高山さんに感謝したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。宮沢さんだからエゴサしてたってことですか、はい。もちろんです。普段しないんですよ。<れ>僕まあ、もちろん自分の名前を検索することはまずあんまりしないし、まあ作品の名前であのサーチはするんですけども、本当エゴイストって入れるともうえあの映画の感想がばあっとこうたくさんあって、でその中に涼平さんのツイートがありまして。 昨日ね、はい、行きましたっていうのも、はい、あ、っ平さん誘ってと思って <laughs>、まあ、でもどっちにしろ行けなかったんですけどもでもなんかそれだけこの何だろうな見てくださいっている皆さんもそうですし出てる皆さんのこの作品に対する思いっていうのがもちろん僕たち、まあ、インタビューとかで、まあ、こういう機会もあってお会いする時に話もするんですけども SNS 上をはじめいろんな取材の媒体とかでこの作品のまあ ことがピックアップされているのを見ると本当にうん考え深いし僕たちが本当に思いを込めて作ったこの作品がたくさんの人に届いていることをまあ実感できているのでとても充実した、うん、時間を過ごしています愛を感じますねそういえば鈴木亮平さんもエゴサするっておっしゃってましたよねこの間挨拶<あ>で覚えてますかはい <laughs> しましたよ。 あの英語イースト映画で検索をかけて、僕多分前回の完成披露から一ツイートも逃さず読ませていただいていると思います。<laughs> <laughs> もう批判も賞賛も含めて、はい、あの皆さんのご意見を参考にさせていただきました。すごい嬉しかったです。あのなんでしょうね、もほとんどがありがたいことに褒めてくださる内容ですし。 あのそうでない内容の人たちもなるほどなって意見が多かったりして今日かな昨日かな僕がちょっとすごい嬉しいなと思ったツイートが SMAP さんのこの映画を見てから SMAP さんの歌の歌詞がずっと頭の中に流れているって言って夜空の向こうなんですけど僕の心の柔らかい場所を今でもまだ締め付ける。 そんな映画だっていうのを書いてくださっている方がいてあのそ,、まあ、その方だけじゃなくてそんなツイートをたくさん拝読しましてもうとても嬉しいです。